こんにちは、イックです。皆さんこんにちは、ね、自己名ありがとうね。さて、デジボク地球防衛軍、本日3月18日追加ダウンロード来ましたよ。この新たなる資格ってやつで、これ来たのプラスね、新しいナイトがちょっと追加されてますよ。右上の方が見てわかると思うんだけど、アルマゲドーンって、皆さんヤッホーイン。この難易度をプレイするためにはストーリーを難易度インフェルノでクリアし、追加コンテンツもミッションすべてクリアすることが必要ですっていうね。どんだけ難しいねんっていうインフェルノでもヒーヒー言ってんのにね。まあまだ今選べないんだけど、とりあえず今日はちょっと難易度ハードのソロプレイでちょっと様子見していこうかなと。チキンプレイと言われてもまあしょうがないんだけどさ。だってこういう追加ミッションってみんな本気もそうなんだけど難しいんだもん。というわけで難易度ハードでいきましょうかね。まさかの難易度追加来ると思わなかったね。そこはあの前回の公式生放送でも特に言われてなかったからびっくりした。まさかの追加難易度。さて、侵略者再び。コマンダー緊急事態です。再び英国が敵航空戦力の攻撃を受けています。ダークレジオンを倒したのに一体なぜというお話なんで、本編クリアしてから追加をお勧めしますっていうね。まばたきさんこんにちは。ちょっとだけしたけど難しいじゃない、えぐい、わーうわー。まあ、とりあえず難易度ハードで様子見てみよう。2020年宇宙から突如現れたダークレジオンは独自のマザーシップとともに襲来し、地球への攻撃を開始した。きつい、あらん。さらにマザーシップは一斉攻撃を開始、地球はバラバラにされてしまった。本編のおさらい。激しい戦いが続き、ついにコマンダー率いるブラザーたちはダークレジオンの撃破に成功した。地球は元に戻った。しかし EDF の戦いは終わったわけではなく、それぞれの国で侵略者たちと戦いに戻った。バランスおかしいそんなにヤバいのか。だが地球の異変は進行していた。2021年、非常事態発生。英国より緊急連絡。今まで見たことのない敵が多数出現。玉和さんこんにちは EDF。 またも地球はバラバラされてしまったのだ。そして新しいコンテンツ、武器アイテム回収しよう。この追加コンテンツ限定、本編に手に入らない特別な武器が手に入る。逆に今まであれ、仲間が押していたのはこの武器に変わったって感じなのかな。結構追加されてる。おー楽しみ。こっちは早速ビークルを変えてるわ。たたた、大変です。英国がまたバラバラにされちゃってますよ。そんな、ダークレジオンを倒して地球は元通りになったはず。武器を回収。あ、仲間を捨てるのと武器箱と別々なのね。あれはインベーダーの主力航空戦力、通称ファイターです。インベーダー、これは最初の頃のやつなんかな。緊急のミッションです。このエリアの敵を全て殲滅してください。ちょっと待って、回収してからね。またバラバラになっちゃったよっていうね。追加コンテンツ意外と早く来てちょっとびっくりだわ。この前インフェルノクリアはしといてよかった。格がシュール。とりあえず難易度ハードだからまあなんとかなるでしょうと軽く考えてるんだけど。まさに空飛ぶ円盤って見た目ですね。敵の集中砲火に注意しつつ各個撃破をお願いします。これが武器箱か。回収。追加キャラ出やすい。おお、ありがたい。それはありがたい。ハテナ、終わりまだわかんないよ。チームを活用したまえ。やっちまった。ライナー武器持ってるからやっちまった。そろそろ私の出番でしょう。ドゥンキル持たせてみたよ。いや、これは通戦法やり的な感じか。結構攻撃激しいね、確かに。攻撃がターンヒット、やめて、ターンヒットやめて。敵の増援ですよ。チームを
増援ですよ。コマンダー、迎撃をお願いします。結構これ難易度ハードでも激しいな、ほんとあっという間にマカカだよ。リーダーは私だろう。次だ。ヒューが仲間を助けたいんだよ。任せてくれ。許さない。地球は何度も狙われてしまうのであった。てか敵の弾ヒットがね、足ちょっと止まっちゃうから、これヒット軽減するアクセサリーあった方がいいかもね。ハードでこれか。ハードでこの激しさか。やばいな、動けない。リーダーは私だろう。これ内側上げたら相当やばいね。これでひどいんだから、アルマゲドンの追加コンテンツをやったらやばいよ。最高難易度まさかの追加。チームを活用したまえ。マジで攻撃激しいんだけど、これで難易度ハードってマジマジで。任せてくれ。容赦ないです。どうやらかつて出現したファイターよりもかなり強化されているようです。リーダーは私だろう。よーし、ベテルギウス砲。任せてくれ。スペシャル演出オンにしてもいいかも、今ソロだし。テレーンって音が欲しくなるな。オンに戻しました。次の弾遠い。武器レベル2だから区切り割れ方じゃ、あんなレベル5に行きたい。多分アルマゲドンするとレベル5武器って出てきそうやね。カエルの歌だ。任せてくれ。楽しくさせてくれよ。隊長さんこんにちは。ゴートシュレイ。追加コンテンツはマルチ協力推奨かもしれない。敵の攻撃がかなりえげつないっすわ。なんだか赤い UFO も出てきましたよ。赤い UFO？ 赤いつもりの？機動力、耐久力ともファイターの比ではありません。チームを活用したまえ。チェンジ、これを。ほんとこれでちょっと数多すぎだけどマジで。本当にすぎ。下打ちゃった、下打ちゃった、ジャブジャブなっちゃった。スイッチ版デジタル体験版配信。あ、そういえば体験版ってなかったのこのゲーム。いいことだね、体験版から入ってくる人いるからね。まあ、裸でこれをするしかない。買わざるを得ない。ブードトーマー。チームを活用したまえ。痛い。ハートでもね、えげつないっすよこれ。結構これ多分難易度2級の人だったらもう死んでるなこれ。フォークタイマーの下の方が早いかもしれないな。エメロードキングちょっと使いにくいね今回。チームを活用したまえ。次だ。任せてくれ。ていうか仲間回収も負けないや。任せてくれ。相手の動きはやっちゃうけど楽しくさせてくれ。痛いっていう。一回エンフ試してみるしか。虐待。これ倒した後またなんか増援来るかもしれないしな。
まあ追加コンテンツのイベントはあれだよ、マルチプレイ取っとこうぜ。とりあえず最初ソウルどんなもんかなっていうのをちょっとね加えていきましょう。で次回からちょっとインフェルノやっちゃうマルチでって感じでいきましょう。なんか敵来るかもしれないからちょっと回収してこう。ヒヒヒーなんだろう。何のヒヒヒーなんだろう。終わったわ。終わったわ。UFO の撃墜を確認しました。アルマゲドン今できない。お見事です。コマンダー。インフェルノクリアしてこっちの追加コンテンツも全部クリアしないと。本部からの緊急通信です。これはコマンダー、緊急事態です。敵の巨大兵器が街を攻撃しているとのことです。至急我々も向かいましょう。インフェルノ鬼畜すぎ。今のハードでも結構やばかったよこれ。今のファイターっていう敵、円盤の敵の攻撃がもうショットガンばらまいてるようなもんだから、めちゃくちゃダダダダダってダダンヒットするから超痛い。これでも難易度ハードですよこれ、やばいよ。トロフィーゲッター、ウィアーザワールド。あ、これもしかしてブラザー全員揃った。ハーデストいけるかな、大丈夫かな。ちょっとハーデスト上げてみる。ミサイルエアメール2を手に入れました。あの武器箱のやつね。ちょっとハーデスト行ってみます。ヒーハーブラマヨーみたいな感じするね。まあこのジェットのキャラいつもヒーハー言うてるから。さて次は要塞。せっかく直した地球がまたバラバラになっちゃいましたね。しかも見たことない巨大な兵器までいるらしいですよ。いきなりの大ピンチですが、コマンダーなら大丈夫ですよね。なんせ一回世界を救ってるんですから。これあれでしょ、 EDF 4.12 だ、4速歩行のあれでしょ。ちょっとハーデストを 見てみようか。ってなると今度は地上での戦いだろうし、コスモノ落ち着いてるかな。オラモア君、この拳で答えよう。よし、さっきのミサイル超好き。ちょっと待って、自分もチームに参加します。ちょっと待って、メンバーチェンジしてから。ちょっと待って、よろしく。ミサイルだからこの辺にあるはずよね。あれ、んここじゃないの。ミサイルって書いてあったんだけど、これか、あった。イヤメール2レベル2、まあハードだしね。円形拡散、ん、円形拡散、ちょっとこれ使ってみないと分かんないね。試しに持たせてみようかね。で遅延炸裂、ロックオン時間2秒。ちょっと扱い難しそう。ロックオン時間2秒。岩さんその3使ってる。今難易度ハーデストに上げたからちょっともしかしたら厳しいかもしれんけど、まあ試しに使ってみましょうかね。でまた飛んでる時いるかどうか分かんないから、なんとも装備が難しいな。じゃあ公式動画でこの追加ダウンロードの紹介とかあったんだけど、そっちの方あえて見ていません。前の公式生放送の最初のチラ見せだけは見たんだけど。
サンタスキャノンにしちゃおうかな。ストーリー増えた、なんか10以上って書いてあったから10以上あるんだろうね、おそらく。ミッション10で終わるだけではないっぽい。見ないでやりたいよね、やっぱ初見っていうのはね、一回きりしかないからね、そこは大事にしたいよね。まあこのゲーム敵の情報とか事前に知ってる方が圧倒的に有利なゲームではあるんだけど、どの武器持っていこうみたいなね。すごいエネルギー反応です。そんな、これは、あ、このマップも新しい。ビーン、いきなりビーン。いきなり何なんですか。何ですか。跡形もなく吹っ飛んじゃいましたよ。ちょっとブラザー、この辺どこにいるんだい。高速歩行要塞、あ、いたいた。通称四つ足の放ったプラズマ砲です。四つ足、めちゃくちゃな威力ですね。やっぱ見ないでやるのはね、初見は一回一回切るしかないからね、大事よね。長い長いな、この6個3秒ってあったしな。その時だけでも十分脅威ですが、背中の巨大なプラズマ砲は数キロ離れた市街地を一気に照度と化すほどの敵に拡散するってことね。照度と化すどころか、超早い早い、活躍してないのに。雲の火力おかしいよ、またまた。なんか敵の攻撃にでもやたらめったらがってない。ちょっと気のせい、気のせい、気のせいなのこれ。攻撃してもダメージの数字が出てこないから、見てないみたいですね。予想しの方全然出てないですよ、そも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 ハーデス、それこれか。ストーリーより火力上がってるよこれ、絶対おかしいよこれ。おかしいよ。ちょっと連射力が半端なさすぎる。ちょっと敵さん強化されすぎです。ちょっとじゃ当たり前のようにギンクもいるよね、やっぱね。盾持ってきてよかったわ。でも死にそうだわ、死にそうだわこれ。ハーベストでこれか。また活躍できてないのに。カエルが死んじゃう、カエルが死んじゃう、盾持ってても死んじゃう。これハーデス繰り上げてる気がしないんですけど、カエルの歌が。そのお披露目のところにまだ行けてない。そもそも優しいとこ行けてない。そもそも行けてないよ。しまいますね。肝心の内足の方に全然行きません、全然行きません。死んだ、カエルが死んだよ、カエルが。武装の異なる種類の確認ができない。吹っ飛んだ、吹っ飛んだ。あ、回復回復回復エリアまで行けない。いろいろおかしいやかなミッション。Oh no.
何これ。ちょっとハデスト無理これ。敵の連射力が半端ない。飛ぶキャラあんまり活躍できないかもね。画面がやかましい。やばすぎ。ハーデストでこれか。やっぱハードに戻しましょう。これ四つ足の方全然いけずに終わったわ。これは確か飛んでるやつはドローンしかいないし、今ミッション敵密集しだから飛ぶやついらないか。こちらトルーパー作戦。宇宙人の戦オーケーだぜ。自分が君のプロジェクトに参加する。私の全員地上で、でスピアの出番かな。でもとっさの時飛ぶキャラ何かしら欲しい感じもするのよね。ちなみにアーマーはこんな感じ。やっぱ一人は欲しいかな飛ぶキャラ。まあ難易度ハードに下げたしこれでいけるでしょ。こりゃマルチ必須ですわ。頑張る。敵の電車力がマジやばい。えげつなさすぎる。すごいエネルギー反応です。そんなこれはちょっと交代せざる。いきなり何なんですか。跡形もなく吹っ飛んじゃいましたよ。難易度がおかしいわ。意味がわからない。難易度がおかしいわ。私の放ったプラズマ砲です。ちょっと今のうちに回収を。四つ足のハッチきたーきたーきたー。ここいきなりエフェクトが大量にいて盾持ってたのこのチン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 。やばい。さすが移動要塞ですね。イルのようなその巨体だけでも十分脅威ですが、背中の巨大なプラズマ砲は数機を離れた市街地を、いや難易度1個下げるだけでもだいぶ違うわね。てかハードとハーデストの差が凄まじすぎない？いてて。特に強い武器がない状態でのこのえげつなさやばいね。やっぱマルチ推奨なんかな。いかなる攻撃も受け付けません。攻撃してもダメージの数字が出てこないから効いてないみたいですね。とりあえず四つ足の方にちょっとずつ行きたいね。交代せざるを得ないよね。チームを活用したぞ。やっとやっと近くに応援してきたわ。上速要塞から敵攻めてきてます。ですいつものここが弱点なんだろうけど今は何もできないらしいよ。そして近づくなと近づくなと近づくなと。逃げろー。チームを活用したまえ。痛い。ハードだとだいぶ火力と敵に体力を落ちてるけど、ハードとハーデストの差がかなり激しく感じるね。さっきのハーデストほとんど敵倒せなかったもん。あとこの上に置きたいな。作戦の継続に支障は出ていませんか。独占隊置きたいな。ビーンとやってもらおう。
強化の装甲を持つ。ブラザーの攻撃ではダメージを与えることができません。お腹に当たる部分のハッチが開いた時がチャンスらしいのですよ。なかなか開きませんね。開きませんね。これはまさか打つ前夢ミッションみたいですね。どうやら今回は倒せないみたいです。確かにここで撃退に成功してしまってはミッションパックが終わってしまいますね。ここで買わざるを得ない。サイクロンレーザー。腹を立てる。何しきなきゃいけない。いいな。しかしこの狭いマップで四足の敵出てくるのどうしようねって感じだね。近づいたら敵の攻撃チュンチュン飛んでくるわけだし。でも楽しさ潜り込まんと攻撃届かないわけだし。かなり厄介ね。チームを活用したまえ。まあ、とりあえず先よりは進めてるな。そうねんな。直接は倒せないけど砲台は壊せるってことなのね。チームを活用したまえ。一気に行くで砲台どこ。あったわ。届かない。これは何だろう。このケツの穴を何だろう。ケツの穴なんだろう。で砲台もう一回だよね。あ、そうこのオレンジの四角いところも砲台だったっけ。ケツ穴。だってケツだったんだもん。ここも壊れたかな。ケツの穴に銃弾ぶち込むんだよ。何度もぶち込むんだよ。お相撲さんこんにちは。チキンなんだから変態なこと好きでしょ。もう砲台らしき砲台を壊したと思うんだけどな。攻撃は飛んでこない。あとは残ってる敵倒せばいいんだろうか。しかし敵が渡してくるんじゃなかったっけ。こいつ敵を増産するんじゃなかったっけ。あ、まだあるな。まだあるな。リーダーは私だろう。交代せざるを得ないよね。交代どこ。あ、お前の方、頭の方。これこれ。こんなもんかな。リーダーは私だろう。あとは残ってるやつ倒せばかな。今は四つ足以外の敵を殲滅してください。はい。あとちょっと武器箱とかを持ってってこないと。そろそろ私の出番でしょ。戦い終わっちゃい。オフ。ちょっとここに置いておこう。おい、こりゃ吹っ飛ばし出ない。吹っ飛ばし出ない。ふう。ちょ、吹っ飛ばしなし。会話ゆるゆるしているのに戦場は鬼畜なの。そうなの。さっきハーデスト1個あげただけでもうね、やばかったよね。死んだよね。ゲームオーバーになったよね。最強パーティーで。そうなの。今まで自分が使ってきたパーティーで望むしかない。なんだけど私はちょっといろいろ切り替えながら、数名ほど切り替えながら行っております。武器ばっか。
難易度ハードはレベル2の武器までだったっけ。レベル3も出てきたような気がするんだけど。そろそろ私の出番でしょう。飛ばざるを得ない。そしてこのメンツだとあんまり高速移動できるキャラクターがいなかったっていう。甘い甘い。あれもう一人どこ倒れてるんだろう。あ、いたいた、すごいとこにいた。またチューリップ、チューリップはもういいですよ。あともう一人助けたらもう殲滅行こうか。これはボクサーだね。ではインファン救助する暇なんてなかった。だよね。さっきのハーデストでもやばかったもん。ひたすらボコ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 敵にフルボッコされた。私的にハードグレイがちょうどいいかな。追加ミッションに関しては追加ミッションの難易度設定って本編の一つ上に設定されてるような感じはしたね。さっきなんかさっきハーデストだったけど本編のインフレノをやってるような感覚だった。交代せざるを得ないよね。あと一匹で終わり。こいつ、いつかやるんだろうけど大丈夫かな。四つ足にダメージを与えることはできないようです。どうするんですか先輩。残念ながらここは一旦引いて対策を考えましょう。ノーマル一周した人だけでは無理だね本当に。本編まあでも追加ミッションの方の難易度を思いっきり下げればいけるかも。本編のまで一周した人ってなるとこっちの追加ミッションないとイージーにすればまあいけそうな気はする。アルマゲドンだと詰みそう。クリアできる気がしないアルマゲドン。本編のアルマゲドンも結構やばそうよね。またまたミサイル、ミラージュニンフ。ミサイルばっか出てくるのはなんでだろう。追加武器もどこまであるのかだね。ちょっとミサイル見てみよう。クリアするんだよ。ミサイル、ミサイル。15倍衝撃で誘導し自動ロックオン。あ、自動ロックオンってことはフォークの代わりにできるね。ただレベル2だからちょっといまいちだけど。全ブラザー、あ、そっか、あ、バロンブラザーの武器だったんだこれ。 EDF がどうしてもというので仕方なく銃を使っていることにしたぞ。また説明が凝ってるな。一度に多くの敵の体力を削ることができるホーミングレーザーのようだ。まあそんなことはバンパイにとってはどうでもよいのだがな。ミラージュ新規女を気に入って使ってやってるにすぎん。ってことはさっきの新しく入手したあの別のミサイルも。エアメールは誰だろう。スパルタブラザー。なんか近距離専門のキャラクターがミサイル持ち出したってことか。敵軍の中にはそれでもやつもいたか。うん、なんたる死境至極。仕方なく EDF から武器を借りることにした。なんでもこれは二段式のミサイルで40メートルほど進んだ後炎上に分裂するそうだ。聞いただけ自爆しそうだな。シールドを持っていこう。相変わらずセリフが面白い。確かにこれ全ブラザー分ありそうよね。偶然ミサイル来たのはただの偶然だねこれ。さて次のミッション、魔獣の群れ。すごい名前だ。四つ高校要塞大きかったですね。あんなの本当に倒せるんでしょうか。
キッキッと本部が何か対策を考えてもくれますよね。私ですか？もちろんノープランですよ。ミッションの説明なんもね。なんか見たことない怪獣がのしのししてる。これはいつものスピアで近づいてグサグサするかな。コスモノーズのスペシャルショット怪獣にはいまいちかな。動き回られたらちょっと当たんないしな。ちょっとジェットまた戻そう。対策ケツ穴を攻める。そうね、怪獣のケツ穴も攻めようね。了解。そうだ、ダブルジェット、どんな敵でも消し出せる自信がある、よろしくな。あ、もしくはインカブラザーまた最近使ってなかったけど、インカブラザーでもいいかもと思ったけど、コスモノーツと大体スペシャル被るしな。空の敵に弱いという弱点があるインカブラザー。とりあえずダブルジェットでいこう。レッツゴー。この新しいミラージュニンフ使ってみようかな。ケツ穴は重要事項。さっきケツ穴って言っちゃったからね、仕方ないね。でもう一個の方ちょっと近距離武器持たせてみようかな、試しに。スライサーやスフィアの方にしようかな。どっちも強いかいまいちわからない。でもスライサーでズバズバしたい感じもするな。スライサーにしよう。でスターダストキャノンを M20 プラズマランチャーにしようかな。前段当たれば結構痛い、そんな攻撃。この怪獣見覚えがない、私は初見。多分過去の EDF のなんかなんだろうけど全然わからない。私の EDF の歴史は 4.1 から始まり5で2作品しかないからな。まあアイアンレインとかガイデン作品も一応やってはいるんだけど。キューピー君のべきかな。いきなりファイヤーしてます。あれはフォーリナの巨大宇宙怪獣バラクです。フォーリナーってことは、何のやつだろう。フォーリナーってことはコマンダー、四足要塞が通過したエリアはまたバラバラになり、不侵略者の攻撃にさらされています。仲間だか。バラクを撃退し、仲間どこ、ちょっと来るの早い。仲間だか。仲間救助したいのに。口から強力な火炎を吐き出します。正面は大変危険です。救助したいのに。しかも動きが早いです。ほんと早い。近づくと踏み潰されちゃいます。早い。警戒。ちょっと救助したいんだけど。何かを用意してあります。コマンダー、迎撃を。ベテラン隊員じゃん。いやいや、全然全然。あ、やっといた、やっといた。激烈、移動が早い。ちょっと各地の奴らを起こしてちょっと戦力になってもらいつつ、武器箱を回収しつつ行きましょう。インフラとか文字通り火力で解ける。うわさっきのハーデスでも私解けましたもん。敵の糸に巻かれてビームにやられ解けましたもん。任せてくれ。おちょう、回収回収。ほんと移動が早いな。今までの怪獣をのすのすのドスンドスンだっただけに。任せてくれ。回収するのも大変だ。バラクが発動。こっち来ちゃいやん。ということはまさか今回もお披露目ミッションなのでは。あ、
でもこの BGM の感じからすると倒せるミッションみたいですよ。そうなの。頑張って攻撃を続けてください。じゃあちょっとビークル乗ってやってみようかな。ビークル乗って頑張ってみる。ベガータ用意しましたって言ったもんね。勝利は確実。前段発射、前段発射。早い。そしてレイピアのなんか違うのを持ってきた気がする。これじゃない感じがする。まあ、いっか、まあ、いっか。ていうかさっきの新しい武器の方だった。武器はこっちでした。そして炎でめっちゃ燃える、めっちゃ燃える、めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。マジヤバい火力。ベガータが一瞬で溶けました。一瞬溶けましたよ。ヒーヒー、ちょっとひどい、ひどい、痛い。勝てるのかこれ。そうそう、雑魚いないから回復がね、なんかぐるぐる回ってる。ご乱心。ご乱心です。今のうちに回復がここで補充できないから、仲間のブラザーに回復できるやつ用意しようってことなのかな。尻尾コンタクトになるね。活躍しないのに勝てる気がしない。回復ができない。本当これ回復が全く持って落ちないのがいかに EDF で難しいか分かるのかよ。そしてこれどっちがどっちダメージを与えた方がさっぱり分からない。そして仲間が死んでる、死んでる。おっと、謎の衝撃波。難易度間違えてないはず、多分ハードのはずなんだけど、おかしいな。おかしいな。持ってくる武器もなんか違う、間違えてる感じが出ちゃうな。カエルの歌を歌うしかない。カエルの歌だ。とりあえずカエルだけは元気満タン。ギエピー。レンジャー5、確かにリバーシューだとか欲しくなるね。これー死亡者3人、もう帰るしか残ってない。帰るしか残ってない。勝機あるかなこれ、勝機あるのかなこれ。あるのかなこれ。リアルカエルさんも泣いておる。ギコギコ。ギリギリ、カエルの歌がギリギリ。なんとか持ち直した。ていうか一匹なんとなく倒してる。お、倒した、倒してない、倒してない、まだです、まだです。建て替えるの仕事さん、自己再生可能ですよ。ドルバンが頑張るぞ。あ、終わった終わった、倒した。どうなることかと思ったわ。おお、
ナイスありがとう。本当どうなることかと思ったわ。さあ、歩行要塞の追跡を続けましょう。にしてもバラクかっこいいよね。EDF シリーズいろんな怪獣いるけど、このバラクちょっとかっこいいわ。好みだわこれ。デザインかっこいい。なんかゴジラっぽいデザインっていうか質感がね、かっこよくない？カエルさん、なんか言ってるけどわかんない。やばい戦場だったや。難易度ハードでこれか。やばい。特集ビザードビートル、何その中二病的な。魔法使いの虫ってなんやねん。ボクサーよりゆくらだけかっこよくなるね。ほんとびっくり。それは特殊カテゴリーだから、ちょっとこのカエルでもいいだな。ウィザードビートル誘導ハテナ、えハテナどういうこと。ロッキー同時発射、貫通する、すごい。自動ロックオン、多重ロックオン、ロックオンシーズ、広角拡散、何このめちゃくちゃなの。どういうこと。めちゃくちゃ、まあ、試しに使ってみないと分かんないタイプだな。そして次来ました、龍中向かって。現在本部が四足歩行要塞の対策を検討中です。我々は本部を信じ、周囲の敵を殲滅していきましょう。え、本部なんて信じられない？そのことを知らずに。ちなみにこのミッション、私嫌な予感しかしません。ごめるん。使ったらこれはってなる。使ってみよう。とりあえず使ってみよう。いよいよ EDF ファンが待ちに待ったムカデですね。私的には初めてご対面なんだけど。ねムカデにはどうしたらいいのか正直わかんないので、ね、とりあえずジェット一人残して、さっきのウィザードビートルトレーラーをちょっと使ってみようかな。不思議すぎる武器で、スペースブラザー戻そう。は、はい、宇宙人大臣、はい、いいだ、当てましょう。ほら出演ルー戦力の足し高列に一緒に行こうぜ相棒。そのと私の出番かな。出番です。そして近づいてガリガリ槍打てるのかどうかもちょっと確かめたいところだね。とりあえずこのメンツで行こうかな。難易度ハードだとレベル2の武器までしか出てこないっぽい。まあ、もうちょっとミッション後の方行くとレベル3とか出てくるかもしれんけど。ちょっと待って。何ですか？うん、いきなり3が飛んできた。あれはインベーダーの巨大生物。早く家つけてください。ちょっと待って、回収してから。おハロー。How are you? I'm fine, thank you. あ、寝てる。さっき3飛んできたの向こう側だから寝てるのはちょっと起こさないでおきましょう。この難易度ならレベル3の武器出てほしいよね。全くだで。レベル2はちょっと火力的に乏しい。動いてるのはこっちかな。ぐちょぐちょ音がしますわ。ジョロ持ってる。確かにジョロっぽい。さあミカでお顔を見せて。うひょ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 
おお、ムカデだ。さて、ウィザードビートル。お、これはなかなかホーミングレーザーみたいな感じで使えるね、これ。いいじゃん、これいいじゃん。練習できないけどいいじゃん。これ本気のリアルグラフィックになったら確かにグロいね。頭ぶっ飛んだ。動いてます。気持ち悪いのが人気。またメタ発言を。私に聞かれても困ります。まだ残ってます。休眠中の個体がいるようです。あたりを捜索してください。まだあれが隠れているみたいです。レーダーに反応があります。そろそろ私の出番でしょう。もう数枚ちょっといろいろと確保しておきましょうね。こっちは武器箱が普通に車に紛れてしれっと置かれている。実際見たら本当にキモかったね。ムカデちゃんと再現されてるわ。動き出しました。なんてこと、寝ているあれを起こしてしまったようです。何もしてないのに。あ、いたいた。リザードビートル、ほんとファンネルっぽいね。かっこいいね。ニョ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 。ほんとこれ虫嫌いな人もできるのかな、これ。いけファンネルって感じがする。かっこいい。分裂して頭だけになるとまるで G になってしまう。5キーになってしまう。これビルも貫通するか、なかなかすごいね。マジファンネルって感じがする。これでもっとレベル高いやつ出てきたらかなりいい感じ。そしてあいつ上半身だけ動いてる。胴体の断裂部分がちょっとでかい一つ見たいに見えなくなる。なかなか見た目はグロいわ、キモいわ。グロくないけどキモいわ。なんか叫び声も独特だね。ワンオンって音とアンアン言ってる、あいでる。独特の叫び声してる。サザビー起動のファンネル。そうか、それは再現されてるのか。なんかアンアン言ってないこと。グオーンって音とアンアンの音が同時になってる気がするんだけど。レベル4になったら結構ファンネルっぽい感じになりそうよね、これこの武器。でもレベル4ってなるとインフェルノ異常じゃないと出ないしな。可愛く寝てますよ。その前ちょっと救援も。そろそろ私の出番でしょう。ムカデの近くで寝てるよ。近づいたら起きるよ。どこが頭でどこが尻尾かわからない。でもこの M20 ランチャーがいい感じに仕事してる。横に広がるからいい感じに仕事してますわ。リーダーは私だ。あれもう一匹来てるのか。もう一匹来ちゃったか。逃がさない。チームを活用したまえ。次だ。そろそろ私の出番でしょ。分裂しそうな状態で別にも動くし、もう技術的にも確かにね、かなり大変だよねこれ。本家の方でムカデは再現不可能ですって言ってたのをまあ頷けるわ。任せてくれ。あと気持ち悪いしね。気持ち悪いしね。
僕もまあこれユークスさん頑張って作ったね。ほんとよっぽど EDF 好きなのはすごい伝わった。リーダーは私だろう。あと 1% か。よし、たまった。これを頭から胴体をぶち抜いてだね。でれーん、ドドドドドドド、うーん気持ちいい、うーん気持ちいい。貫通系のスペシャルとか技が結構活躍する。うーん気持ちいい。メタルギウス4貫通するからね。うーん気持ちいい、爽快。あと一匹なんか逃げてっちゃう。逃げながらサンバラ巻くのね。そろそろ私の出番でしょ。そしてなんかあの3誘導性能あるよ。ちょっと曲がってきたよ今。性能を持ってる気がするのよ。くる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 一部分だけくるくる待ってる。やっぱあんあん言ってないそうか、終わった。ね、コマンダー、全てのあれを撃破しました。インフィナート火力がヤバすぎ、ヤバさん。怖かったです。やっぱアイドル用の声入ってるよねなんか。しかし私が知っているあれにはもっと長いものがいたような。もっと長いのがいるの。うわー、もっと大きいあれが登場しそうなフラグを立てないでください。許さない。とりあえずムカデはあれ挙動が独特だからムカデ以外の敵は出てこないっぽいね。あれで動かすので精一杯って感じがするね。それぞれ別々に独立して動くもんな。大きいあれ意味深ほんといろんな意味になるよね。大きいあれで意味深ってなるとなんだろうってなっちゃうよね。いけない妄想とかもしちゃうよね。スナイパープロトライジン、ライジンの試作品って感じかな。あ、持てなかった。まあいいや、見るだけ。プロト大臣ちゃうから。チャージか、チャージタイプはちょっと難しいな。まあ雷神といったらだね、本気のウィングダイバーの武器だけど。チャージしたっけ。あんまりウィングダイバー使ってないもんで一応5は多数 S100% にはしたけど使いやすい武器しか使ってなかったしな。まあこれはちょっと置いときましょう。で次は金要塞強襲作戦4速のやつ。4速歩行要塞が再び出現しました。それだけではありません。敵勢力がこのエリアに集結しつつあります。ダークレジオンもいない今これで基本的に集結するとは。コマンダー、ご分を。なんかいきなり難しそう。飛んでるやつもいそうなので、このウィザードビートレベル高いやつが欲しいけど今はちょっと置いとこう。ミサイルの、よし、私が手を貸そうか。仲間にセッションに参加します。なんか
佐野方にも有効なやつって考えてしまうな。そうだ、頭の上のことは任せてくれ。オッケー、作戦に同化する。オッケー、またまたダブルジェットしようかな。オッケー、レッツゴー、レッツゴー。いや、やっぱり射程いるかも。今度は4速破壊してくださいって言われたら射程もいるよね。ジェット大好きなんだ。そうなんだ。こうダッシュもできるからさ、ダッシュもできて空も飛べてってかなり有能じゃない。あとスペシャルがこうホーミングタイプだからどの敵にもいけるっていうね。ジェット大好きです。あと掛け声もなんだかんだ好き。一気にノイノイできるし、ノイノイになれるし、ノイ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 。とりあえずこんなもんかな。いや、プラズマランチャー、プラズマランチャーはちょっといらんかな。スターダストウォールの方持っていこうかな。ジェット普通に万能型で強いのよ。困ったらとりあえず連れていく。インカブラザーとかコスモノスとか強いやついるんだけど、スペシャル技がスラム的に反応しないっていうのがね、ちょっと扱いづらいってなっちゃうんだよな。まあスラム的になかったらかなり強い方部類に入るんだけど、初見だとどういう敵でいくか分かんないし、とりあえず武器箱。任せてくれ。四つ足です。四つ足がいますよ。見てください、コマンダー、四つ足から敵が出てきます。やっぱりファイターやあれは歩行要塞が出してたんですね。ジェットは体力が唯一の弱点なのよ。フォーリナーの大軍がこのエリアに集結しています。あと、まあ、この飛行ゲージが短いの、まあ弱点じゃ弱点かな。コマンダー、劣化のごとく激しい戦いになりそうですが、我々はあなたを信じています。いきなり劣化のごとく激しいって言われた。マジで早いよ。まず仲間を回収。敵をやっつけてください。まあ待って、飛んでるドローンもいるしね。行きますか。こっそりこっそり。おお、ちょっといきなりヘクトリによっしゃやめて。自爆したかもしれない、自爆してるかもしれない。ドンちゃん騒ぎ。こっそりからに直撃したわ今。ビルの鍵からバッタリ会っちゃったよ。またもうなんか天候初日遅刻って曲がり方曲がったらばったり出会いましたみたいな感じになってしまったわ。任せてくれ。っていうかあれだね、4速なんとかしないと敵が無人島で出てくるよね。ヘクトル先に倒さないと。あともう一回ちょっとほっときましょう。任せてくれ。あらら、あらら、次の弾は払う。
そのシチュエーションに恋人になった人実際いるんかな。なんかフィクションの世界ではもうお約束であるけど、実際はまあ恋人は無理かもしれんけど、話すきっかけにはなるかもしれないね。あれ、アリが地面からもぞもぞって出てるぞ。四足を落とすだけじゃないの。くなりと思ったらマークした。反応が消えました。どうやら撤退したみたいです。なんだん、四足を逃がしてしまうのは残念ですが、だとしても残りの敵を倒すチャンスです。じゃあ気分だけでも BGM を変えておきますね。変えれるな。確かに変わったけどさ。そんないいのか。次よ、任せてくれ。この辺倒れてる人かどこかわからない。次の弾、余裕があればブラザーの救出に向かってください。うん、向かいたいんだけどね。金やり出てきた。倒れてる人がわからない。あ、いたいた。ネクスト。たわえるな、歌が。なるほど。おっと、敵の増援もなんだかんだ来てる。ちょい BGM、ベンチ下の女に地球ボーイがバージョン。無理サイクローン。任せてくれ。ていうか、高いな、輸送船高いな。星下からドバドバ飛んでくる、下からドバドバ飛んでくる。ちょっと待っていいか。一瞬敵がワシャワシャ来ましたよ。さすがオートスライク。ガトリング届かない。これスナイパーライフじゃないと届かないね、この輸送船。もしくはミサイル。楽しくさせてくれよ。 Are you ready? Are you ready? 火の家のところに回復回復。で、輸送船残りやっち。本編の方だとあんまりスナイパー活躍する場所なかったんだけど、今回しっかり敵が遠いね。スナイパー必須だね。交代せざるを得ないよね。ふざけたまえ、ふざけたまえ。ある程度綺麗にしとかないと無造作に狙う余裕がないよ。任せてくれ、任せてくれ。スナイパー投げつけよう。多分それ届かない。そしてまた増援が来たって。
マジか。マジですか。大変だ。ああ、伊藤先生が言ったり、マジで。いっぱい来すぎだよ。これで難易度ハードである。信じられない。やるしか。使わざるを得ない。まさに今。まさに今。連発。ゴーとしない。ちょっとリカバリー。あとあれだよ、蘇生も、仲間の蘇生もいってないんだよ。もうひねりが当たり前に出てくるね。あとなんか今回マップちょっと広くなってるような気がするのは気のせい？このマップ限定かもしれないけど、なんか広い気がする。ね、広いよね。まあ、マップスマイル高い敵が大量にバッチバチ来られたらそれはそれですごい阿鼻叫喚になるから、まあそれはそれでいいんだけどさ。それにしても、あー、ファイターも来てる。侵略者だから、いえ、ダークレジオンが現れるまで侵略者は地球をバラバラにしようとはしていなかった。そうなんですよ、ダークレジオンはやっつけたはずですもんね。確かに。ようですね。これは移送船やってしまわれば、飛んでるファイターを永遠召喚されたらそれそれでまずいな。ファイターが他の敵というとエグいわ、本当。ガリガリ削られる。あー、ロックオンだ。そっち行っちゃった。輸送船先にやりたい。でもなかなか言えづらい。画面がうるさいね。そうなの。本当本気に結構寄せてきたね。敵が言えづらいっすわ。カエルの歌が。挑戦壊さないと。移送船あと1個。このカエルのガトリングのシールドがかなりいい感じに機能してるわね。生き残る力は随一よ。楽しくさせてくれよ。ゴーとしない。
そして再び Are you ready?困っちゃったん、ていうか輸送船が誰を落ちてきてんのか。デカ物落とすようになっちゃったのね。敵の数も増え、火種もアップ、えげつない。カエルさん大活躍、カエルさん勝ってよかったわ。そのままはちょっと空の敵に対して無力すぎるのが扱いにくいのよね。カエルさん場所問わず、あと残ってるやつ、これで終わりかな。豚さんみたいな、フラットスティングの豚さんみたいな、結構いいところで活躍できるんだけど、状況限定って感じかな。コスモノーツはでも四足要塞を逃がしちゃいました。ナイス、ありがとう。どうにかできるんでしょうか。個人難易度ハードってやばいよ、やばいよ。その点は問題なさそうよ。コマンダー、先ほど本部から通信がありました。四足歩行要塞に対抗する兵器を我々の援軍として送ってくれるそうです。ほうほう、わあ楽しみですね。EDF4.1 の時、四足歩行に対する兵器って何かあったっけな。 4.1 なんだかんだ一周ぐらいしかしないからあまり覚えてないのよね。ナイス、ありがとね。全くどうして歯応えのない敵ね。失笑を禁じ得ないわ。やったらこの金のガトリングがめっちゃ来るんだけど。あ、これ確かあの初回購入特典のストームシバン仕様の EDF 陸戦兵じゃないか。レベル2の武器が来たけど、エヴァを投入、強そう。めっちゃ強そう、欲しい。ロケットランチャープラズマヘビーキャノン、またこれレベル2の武器なんだろうな。チャージ中移動負荷、また使いにくい。チャージするとめっちゃ性能伸びるけどさ、この忙しい戦場では使いにくいことこの上ないな。これはドラゴンシスターの武器。悔しい、それだけじゃ空を飛ぶ敵に対抗できなかったから仕方なく EDF から武器を借りたの。チャージすることで威力と範囲がアップするプラズマランチャーよ。私が波動拳じゃなくて飛行弾を覚えていればこんな機関足らなくてよかったのに。波動拳よりもむしろ見た目的にドラゴンボールっぽいんだよな、ドラゴンシスターって。さて、あとワンミッションはいけるかな。激突、またあの怪獣だよ、バラクだっけ。昇竜拳ってやってもあんまり昇竜拳やってるけどあんまり意味ないんだよな、このゲームでは。四つ足逃げられちゃいましたね。でも正直生きた心地しませんでした。あんな地獄でもしぶとく生き残るなんてさすがコマンダーです。なんかまたバラクが現れたらしいんですけど、きっとコマンダーたちのは余裕ですよね。余裕じゃない、こいつ強い。近づくとまずいので、ていうか近づいても遠くでも一緒がこいつの場合。早いもんな。M20 ランチャーまた持ってこうかな。前段当たればすごい威力。あとはまあ適度なスナイパーかな。行くそんな余裕ですよね、煽り。無理です、余裕じゃないです。あ、ここあれかな、スペースブラザーでまた
ド派手にやってもらおうかな。またバラク2体とか出てくんじゃないの。宇宙人の戦、君のプロジェクトに参加する。私の出番かな。出番ですよ。でちょっと武器を変えまして、バルカン4プラントがこっちの方がいいんじゃなかろうか。どっちがいいかな。連射砲、速射砲、バルカン砲。バルカン砲でいいかな。とりあえずこんなもんで。っていうか4速方向も出てくるんだったらミサイルダメじゃん。しまった、ミサイル意味ないじゃん。ちょっと武器変えます。しまった。ちょっと待ってね、撤退する。4速にはミサイルほぼ無効化されちゃう。というかバルカン4プランもあんまり意味をなさないな。下からの攻撃しないとダメだから。だねー、しまったわ。俺は取る。オッケー、サッツ、オッケー、レッツゴー。ってことはスペースブラザーもあんまりダメか。動き遅いかだな。もしくはウィザードビートルでファンネルごっこするか。あれ特殊カテゴリーだったっけ。スペースはまあでも一応連れてこう、ファンネルごっこすればなんとかなるんじゃないかなと。で難関の時貫通できるベテルギウス砲の出番があるんじゃないかなと思って連れていきましょう。先に回収よ。バラクですね。そうですね、バラクですね。ですね。コマンダー、ひとまずはバラクを迎撃してください。またおじいさん。要速要塞の行方は分かってるんですか。いいえ、デリギースパンネル来たら最強すぎる。めっちゃ欲しいけど。スカウトチームが捜索を続けています。消えた時、またテーマにこっち来てる。早い。包まれてましたね。嫌な予感がします。これはダークレジオン復活的な感じかな。ガオチシスターお久しぶり。バラク来るの早いんじゃ。急いで回収せねば。そろそろ私の出番でしょう。何勝手に溺れてるんだ。ヘルプミーじゃないよ。任せてくれ。とりあえずバラクは今1体だけだね。あとから2体目3体目ってきそうな気もする。とりあえずこれで全部かな。交代せざるを得ないよね。では行きますか。なんかだいぶ離れると目標を見失うのがボケーっとするっぽいね。さあ来たぞー、ドスンドスン来たぞー。いい、そっちだった。手加減しなさいよ。地面ビターンにするかと思ったら炎の方だった。立てあってよかった。バラク7兄弟じゃんじゃん来てほしくない。いけファンネルみたいな。引っかかるの巻き。
痛かったか。本当近距離遠距離隙がないなこいつ。そして炎を吐き出すモーションの地面ビターンするモーション石場からどっちか分かんないっていうのもなかなか厄介ね。ひえ溶けた、やったぜ、ダメだぜ、溶けちゃダメだぜ。でなんかバラフルテクルミッションになると雑魚敵いないっていうのやめて、回復手段がない。また溶けるぜ。危ないぜ。痛い。とりあえずカエルさんで自己再生できるほどちょっと確保しておこう。カエルのバナナ、これでとりあえずはなんとかなるかな。またぐるぐる回り出す。回復技欲しいね本当ね。まずねレンジャーのリバーシューターが輝く面だと思う。バラク出てくるところは。なるほど、地面ビターンってするときは、うお飛びすぎ。地面ビターンするときは長いこと手を上に上げるのに、ね、あのブルブルマーメンやめて。足元のアイテム取れないんですけど。止まった。これはファイヤーかな。あ、止まった止まった。で、で、次はやりました。バラクの反応が消えました。私の出番でしょう。リーダーは私だろう。交代せざるを得ないよね。こっちよ。次はこれは敵です。あー、やっぱりバラクだよ。え、3匹なんて数のバラク。4匹。先ほどの1体は石膏だったのでしょうか。4匹。迎撃をお願いします。4匹ってえげつないな。バラクご兄弟じゃんじゃん。1匹だけでもえげつないのに。っていうかバラクいる面で小型の敵出さないっていうのやめて。楽しくさせてくれよ。ゴートシライク。でこの後に遅く方向を、ね、作るんかな。横から燃やされてる。足の速い怪獣が後半この気持ちの怪獣がマップに4体でやばいよ。燃える兵器はよ。オーフ。そしてバラムが狂ってよ。もう焼き返る。蘇生ができない。蘇生ができない。からのカエルの歌が。よし、ちょっといこう。なんと EDF4 と5の決戦兵器がレジボクで両方使えるとは。焼き返るまたなる。これはもうそっちのところを押さないな。これ乗り込むしかないなこれ。もう後がありませんよ。後がありませんよ。バラムに乗りたいんだよ。おお、より三上かし。よいしょよいしょ。
ぶったハイパンチハイダーン乗り込むのは変える本当ね、夢の共演よね。なんかバルガイルも腕がごつくなったような気がする。バルもこんなのだっけ。さすが強い。変えるのいだが蘇生ちょっとバラムに音になってもらって蘇生に行きたい。公開日誌228日。あーなんか足りません、死んだもう。そしてバラムが早くも煙吹いてんですけど死んだに勝てるわけがないのだ。宇宙人に勝てるわけがないのだ。頼む、誰か来てくれ。飛行ユニットが動かない。ハートとは、難易度ハートとは一体何だったの。バラクが4匹だけでえげつなさすぎるんですけどもうハートで壊滅する決戦兵器本当に早くも煙吹いてたんだけどどうしようかな。これあと20分ぐらいしかできないんだけど、ミッションもう一回いけるかな。リザードビートル、まあ万能感もあるんだけどやっぱ火力が足りない感じするね。やっぱこれレンジャーのリバースシューターの出番かな。もうだいぶレンジャーあれから座っててないんだけど、もしくはあの歌姫の癒しの歌みたいな。いや敵の攻撃がすごすぎるから瞬時に回復するリバーシューターの方がいいか。なさがかった。そう思う。不手つかものですが、ヨルレイヒーのあの子でもいいんだけど、ちょっとね敵の攻撃がガリ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 くるからじわじわ回復系はあんまりあっという間に削られてしまうかもしれない。これより隊に入ります。そう思う。ふつつかものです。これより隊に入ります。スキル8か6。そう思う。スペシャル溜まりやすいのはこっちなんだよね。ふつつかものです。これより隊。そう思う。ふつつかものです。これより隊に入ります。そう思う。一番最初のっていうか座ってないから座ってないからきついか。そもそも今さら2000、3000の体力ではまずいんだ。そもそもが了解です。インフェルノだとバラも一瞬で壊れそうよね。ハードでももう早くも煙プスンプスン立ててたし、コスモノートするかな。敵は地上にしかいない。まあちょっと行けるところまで行きましょうかね。あと20分ぐらいしかできないけど行けるとこまで行きましょう。頑張ろう。あれはバラクですね。そうですね、バラクですね。コマンダー、ひとまずはバラクを迎撃してください。ところで先輩、四足要塞の行方は分かってるんですか？いいえ、先日の戦いで突然姿を消して以来、スカウトチームが捜索を続けています。消えた時、嫌な感じのモヤモヤに包まれてましたね。ええ、嫌な予感がします。もうこっち来ちゃった。またまた。こっちの方が早いかな。コスモノートローリングを駆使する。
回復ないのがよりきついそうなの。バラクのエレメントなぜかコアターン的にも全く持っていないから回復できないっていうのがねめっちゃ厳しいよね。あらら行っちゃったよ。むしろ全員スナイパーにして超遠距離からスナイプ連射した方がいいのかなこいつに関しては。ただこの後4匹出てくるのを考えるとそのテンポもあんまり通用しないっていうのがね。わざと置かなかったんかな。まあ確かに難しいっちゃ難しいけどさ。なんか頭狙うと、また燃えちゃう。一瞬ひるむ感じがするよ。グーグルマンでやめて。今のうちにちょっと自己再生できるほどは確保しておこう。任せてくれ。トロフィーゲットクラウドハンター。なんだろう、何のトロフィーだ。カエルの自己再生2個で止まるのはありがたいよね。なんだかんだで。さあこっからが問題だ。もう回復は残しておこう。貴重だわ。やったか、やってない。いややったけど、やったけど。巨大な反応がいっぱい来ます。バラク4兄弟、いやバラク5兄弟。じゃんじゃん。先ほどの一体は石膏だったのでしょうか。迎撃をお願いします。デネブ特戦隊の出番よ。今こそ出番よ。回復用で敵の攻撃が痛い。デネブ特戦隊の回復量が。自己再生。回復が解けた、回復が解けた。あー一気に死亡者2名になってる。ダメだこれ、勝てる気がしない。これで難易度ハードっておかしい。本当対4足歩行要塞用の兵器が間もなく到着します。あれはジーザース。ズザー、あれこそが我らが EDF の誇る決戦兵器。その名も高校要塞バラムです。蘇生もできない。オーノー、敵よりも状況は最悪の気がする。霊剣士に水であった。ダメだ、焼き返る。何ここ難しいの。これほんとレンジャー5のリバーシューター必須な感じがするね。これ無理。難易度ハードでこれってやばすぎ。カエルサイン焼き返り再び出来上がりましたわ。いや見りゃこれレンジャー育てなあかんな。まあもしくは普通にマルチでって感じかな。もうみんなマルチな、難易度何でやってるんだろうか。いきなりインフェルノとか言ってるのかな。やっぱりリバースも回復ゼロなかなか大変本当ね。
インフェルノか。インフェルノいける。まあマルチなら一気にヘイト分散するだけでもありがたくはなるんだけど、大変。とりあえず今日はちょっと時間的に今日ここで終わっておきましょうなんだけど、次のデジブ配信どうすかな。もうマルチやっちゃう。もうマルチやっちゃう。もう難易度ハードでわっちゃわっちゃ、もしくはハーデストでわっちゃわっちゃマルチするかな。確かマルチの人数増えると敵のステータスも火力も防御力も上がるから、いきなりインフェルノするとまたあっという間に解けそうな気がしなくもない。とりあえず次マルチすることにして、難易度はハーデストあたりが無難かなって気はするな。もしくはもっとアーマー鍛えておきようって話なんかもしれんけど、まあ考えておきますかね。とりあえず今日はここで終わっておきましょう。とりあえずやってみて、インフェルノやってみてあかんかったら難易度下げるみたいな感じになるかな。次回とりあえず難易度はインフェルノやってみて、でその後考えよう、どうするか考えよう。というわけでソロで難易度ハードもめちゃくちゃ難しいのを体感した追加ミッションでございました。なんとかミッション5まではクリアしたけど6がやばい、バラクがやばい。難易度いつでも変更できるのありがたいね、本当にね。ムカデさんも合間見えたし、あとなんか新要素ぶっ込んでくる可能性もあるけど、まあその辺は楽しみにとっておきましょう。それでは今日はこの辺で終わっておきます。よかったらツイッターの方で配信の告知とかしてますので、フォローとかいいねとかリツイートとかしてくださると幸いでございます。それではご視聴してくださった方々、コメントくださった方々、どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。それではまた。